今回はローデン72分の1ドイツ8輪走行車を作ってみたいと思います。この SDKFZ というのはゾンダークラフトフォラツァイゲと読むそうで、マニアの間ではスダコフツというそうです。これは走行偵察車という意味みたいです。それの263というのを作りますね。ちょっと見えにくいんですが、アフリカ軍団のデカールも入っているのでダークイエローで塗ります。はじめは足回りから作っていきます。この辺りは見えないし、どうせ汚すので成形することなくそのまま組み立てていきます。次に車体パーツを切り出します。このパーツはキットでは他のタイプが作れるように別パーツになってるみたいですけど、実写写真を見ると、ここの段差みたいなものはなくて一体になっているのが本当のようです。当然ゲート跡の処理などはしっかりしないといけませんが、表面がザラザラしてたりするのは汚すので大丈夫じゃないでしょうか。いつも使っているこのヤスリはプラ板に両面テープでタミヤの紙ヤスリをつけたものです。接着剤はいつものミスターセメント S です。外国のプラモデルを作ると時々接着しないなっていうのがあるんですが、もしかしたらあれは油が接着剤を弾いている可能性もあるので洗った方がいいかもしれません。フェンダーのパーツをつけます。カンナ掛けをしているのはバリがあるからで、薄くしたい人もカンナ掛けでやった方がいいと思います。上下のパーツをつら位置にしないといけないこの部分ですが、ちょっと邪魔になるところがあったので削ってから接着しました。つら位置にするにはパテかなんか使わないといけないと思います。それはまた後で考えます。フェンダーを接着するとボディの方の大体の形ができてしまいます。身につけは楽です。
さて、この隙間を埋めて辛い血にするにはどうしましょう。ポリパテを使うほど隙間はないので、瞬間接着剤にしようかと思います。はみ出しを防ぐマスキングテープを貼って瞬間接着剤を塗ります。ダイソーの100円、4つ入り100円。こういったところを削るときは、タミヤの紙ヤスリを金属ヤスリに両面テープで貼り付けて使うことが多いです。金属ヤスリのままだとちょっと粗すぎて、ヤスリ目が残ってしまいますから。いまいち綺麗にできなかったので、ラッカーパテを使って隙間を埋めます。伸ばしランナーでモールドをでっち上げます。シャーシ部分の接着です。やっぱりほとんど見えないので、接着に問題がある部分だけ削って接着します。 OVM のモールドがダメダメなので、プラ板を使って作ります。手すりの類は折れやすいし、太さも気になるので、金属線で作り直してあります。金属の接着はハンダです。あらかじめ薄くコーティングしておいてやると接着がしやすいです。ハンダは必ずヤニなしを買ってください。瞬間接着剤で軽く位置決めをして、接着する部分にフラックスを塗り、ハンダごてを軽く当てると接着できます。これくらいではプラスチックは溶けません。フェンダーの上にある箱みたいなパーツを接着します。マフラーのモールドもひどいので、真鍮パイプを刺してやります。こんなパーツも折れやすいので、金属線に置き換えてやります。アンテナパーツは思ったほど悪くないので、これを使います。支柱の方は補強のため真鍮線を入れました。本当は真鍮パイプで作った方が確実なんですが、まあ今回は手抜きです。と思ったんですが、やっぱり心配なのでリアだけは真鍮パイプを使います。
さて今回はブラックドッグのレジンパーツを用意しました。これを使ってみましょう。レジンパーツにドリルで穴を開け、真鍮棒を刺して、ボディの方には穴を開け、差し込めるようにしました。タミヤのエポパテを使って布切れみたいなものも作りました。塗装に入ります。金属の部分もあるので密着論、それにサフェーサーエボオキサイドレッドを使います。タイヤにはタイヤブラック、クリアを拭いた後で AK インタラクティブの剥がし液を塗ります。タイヤをマスキング、アフリカ軍団のデカールを貼るところにもマスキングテープを貼ります。全体に自作のダークイエローっぽい色を塗ったら、水を使ってエッジのあたりを剥がしていきます。デカールを貼ってマークソフターをちょこっと塗ります。ドイツ軍のマークは半ズレ対策のため、白のデカールの上に黒のデカールを貼るようにできています。ナンバープレートのデカールが入っていなかったので、プリンターでシールを作り貼ります。その上からフラットクリアを拭きます。荷物を塗っていきます。立体感が出るようにグラデーションで塗ります。ファレフォが使いやすいです。濡れたものからダイソーのエポキシ接着剤で接着します。荷物が乗ったらミスターウェザリングカラーで汚していきます。タイヤは原液で、荷物の方は薄めて塗ります。斧とつるはしは瞬間接着剤でくっつけます。木の塗装は明るい茶色で塗った後でミスターウェザリングカラーのステインブラウンあたりで塗るのが流行りみたいです。タイヤの汚れを拭き取って、影になる部分にミスターウェザリングカラーを刺します。パーツには入っていなかった車幅表示棒を金属で作ります。白のポクツンは最初は、塗料を塗っていたんですが、綺麗な丸になりません。というわけで瞬間接着剤で先に接着してから、ダイソーの2液混合タイプエポキシ接着剤、それとエナメルの白、これを混ぜてポクツンを作ります。
船を作る時の外資なんかもこれでやると綺麗な丸になります。シールで作ったナンバープレートがテカテカなので、最後にウェザリングパステルセット、今回はダークブラウン、これを大まかに下の方だけ塗って、フラットベースを多めに入れたフラットクリアーを溶剤で薄めにして厚拭き3度ほどして完成です。ご視聴ありがとうございました。